はい、私どもではですね、中小企業の経営者様向けに、老齢厚生年金の、停止に対する対策ですね、そういったことを中心にご支援をしております。経営者の方の場合は、報酬が高い方が多いですから、老齢厚生年金と報酬との調整の仕組みでですね、老齢厚生年金が支給停止になっている方が多いと思います。で、私どもでは、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけると、こういう情報をお伝えをしております。ご関心がございましたらお問い合わせください。